おはようございます。今朝の5時ぐらいですね。今日はなんと金沢に行ったメンバーで、今日から九州に1泊2日行ってきたいと思います。ちょっと今日はねデイオフって感じなんですけど、ちょっとゆっくりお休みできたらなと思っております。そんな、九州旅行1泊2日、ぜひよかったら Vlog になってますので楽しんでください。では行きまーす。スタート。はい、今空港着きました。もうちょっとりょうさんとね、はるさんとケルさんと集合するんですけど、合流してちょっと朝コーヒーでも飲んで登場したいと思います。おはようございます。すいません、一貫だけ朝ビール。すいません、じゃあ行きます。すいません。あ、やばい、朝からビールやばいですね。いただきます。うまいです。うまいですよ。朝カフェインじゃなくて朝からアルコール入れるっていう、なかなかどぎつい旅のスタートです。よろしくお願いします。おいしい。初福岡上陸しました。楽しみます。メンバー全員集合です。おはようございます。どうも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 、よろしくお願いします。初上陸。海外来たみたい。さあ車借りてます。なんかね、空港で借りたらめちゃくちゃ高くて、ちょっとタイムズ借りに来ました。さすが優秀タイムズくん。福原先生の運転で今日は行きたいと思います。先生お願いします。I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Pretty, I'm so nervous. Pretty, I'm so nervous. 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 I'm so nervous.噛み切りましたね、マジで。結構短っ、似合うな。これ見て、うん、めっちゃ見て、めっちゃ撮られてる。なんでこれ3台で、3台です。はい、いいっすね。シュークリーム来ました。これ220円ですよ。安い。安いでしょ。ありがとうございます。 FUK カフェ、フック。さあ、いただいてもよろしいですか。いただきましょう。いただきます。大丈夫そう。じゃあ次のとこ行きましょうか。3、2、1。はい、ということでビオトープはい、やってきました。螺旋階段を登りましょう。回れ回れメリコーラン。
wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. はい、めちゃめちゃ美味しい。糸島野菜です。糸島野菜です。糸島野菜です。めちゃくちゃ美味しそうです。糸島野菜そうです。やっと今日ちゃんとしたご飯食べれた。嬉しい。ご飯食べたいと思います。どうですか？あ、いいっすね。すごいね。皆さんどう？美味しい？めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。俺の好きなやつある。なになに？これなに？イワシ？俺好きやねんな。あ、酢漬けみたいな、南蛮漬けみたいなやつ。いただきます。うん、食べて。汚い感じ。汚い感じ？どういうこと？すごい。え、おしゃこ。おしゃこ？おしゃこ？おしゃこ？ごめんなさい。Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the light so I could dream. And when you smile. ご飯食べました。めちゃくちゃ美味しかったっすね。はい、とても美味しかったです今からホテルに、チェックインして、ホテルがなんか海沿いなので、そこで一回、まあ、もうでもだいぶ寒くなってきたんですけど、ちょっと海の方行って、なんか夏っぽいことしようかなって思ってますのでこれから運転したいと思います。ではホテルまで GO! 着きました。海が目の前。ねえ、波の音するね。えい。おー、いいね。おっしゃ。おお、めっちゃいいじゃん。お、すごい。めっちゃいいじゃん。やば。やばいね。おお、プライベート感ある。これはすごいわ。ビーチ買いに行って。大津先生チョイスナイスでーす。いやー、ありがとうございます。いいね。すごいね。あ、すごいね。これはこれ朝ごはんここで優雅に食べたいわ。食べたいね。はい、ということで宿に着いたんですけども、今から若干作業しようと思います。作業するの？お前ちょっとだけ込みがいいね。あ、ちょっとだけ仕事しようと思います。すみません。波の音が気持ちいいんですよ。聞こえますか皆さん？ねえ、皆さんは。あれしか。どうしたらいい俺らは。海行きました。全身ネイビー、B さんは100均で買いました、みんなで。カメラマン、金山が今日は撮っていきたいと思います。行きます。え、俺どこ？え？
さて、福岡市内、市内やってまいりました。今からね、もつ鍋を食べに行こうと思います。くっちゃくっちゃの旅なので。本日の夜ご飯、着きました。鮮度というもつ鍋でございます。早速、行きましょうか。レッツゴー。もうすごい素敵。じゃあ、お兄ちゃん。皆さん、今夜はジェンガナイト、よろしくお願いします。急激な許さ。いただきまーす。深夜のジェンガ大会。うわー、いってる。ガクンって、ガクンって行け。動いた、回った。やべ、めっちゃ回った。2日目でございます。朝はゆっくり起きました。昨日 夜中までジェンガしてたんで、ちょっとあいにくの雨予報ですが、今日も2日目楽しんでいきたいと思います。日中買い物して、その後空港に行く感じですね。満喫します。Coffee every morningWhiskey every night. The room is lit with candles and a fire in your eyes. We are lace and leather as I lay by your side. I know I want you here. アンチョビキッシュじゃなくて、なんだっけこれ、クイニーアーマン、アンドーナツみたいな、アンドーナツか、アンパンみたいな買いました。About my life. How did I get here? And where am I going? いいな、こういう空間マジでいいよ。りょうさん、これなんてやつでしたっけ？レディーブルー。レディーブルー。これわかんない。この感じがいい、これ。この素材ミックスみたいな。木じゃないのがいい。これいくらぐらいするのかな。こちらですね、はい、13万5千円ですか。確かに、うん、無視するかも。え、この重機めっちゃいいの。次のポップアップこんなのにしたいな。かわいいの見つけたのでこれ買います。イエイ。あと椅子も一脚お買い上げしようと思います。めちゃくちゃいい感じ、お店。こういうのフィーリングですよね、多分。まあ、たくさんでいいじゃないですか。うん。PR して、これ。これは、ちょっと、インテリアに。はい。アクセルが置けそうだしね。置いこうかなって思っていて。これは、今。これあれ？とっくり？とっくりじゃないよ。日本酒は好きだから。あ、好きだけど。うん、あ、違う。とっとっと。ということで、この3つと、絵を買いました。素晴らしい。定期的に刷新してます。あ、前も渡したかもしれないので、うん、ありがとうございます。何かあればご連絡ください。おしゃおしゃ、イエーイ。はい、よろしくお願いします。営業終了、営業終了、ありがとうございます。これシャウエッセン。これはちょっと知り合いからもらった。あ、そういうことですね。ウリモ、それドイツですね。トーネットって言ってですね、コルビジェが愛用してた椅子です。うーん、はい、これでおいくらぐらいですか。12万円の商品です。高島さん、また椅子ですか。また椅子しちゃいます。要検討で、要検討で。
まそう。美味しそうですね。食べましょう。あれが博多駅。おー、2日目にして初めて見るっていうね。ということで餃子も食べ終わって、今から空港に向かいたいと思います。空港に行って今から、はるさんとひよさんとお酒飲んでベロベロになって帰りたいと思います。2日間楽しかったです。ありがとうございます。お二人様楽しかった。本当に気をつけて東京でまた会いましょう。いつか会いましょう。いつかね。まだ元気で。そうですね。また来週。また来週。お疲れ様です。悲しい。東京でまた会えるのに、なんか悲しい。あの背中が。東京でお疲れ様です。お疲れ様です。行っちゃった。二人になりましたね。飲みますか。じゃあ僕はこれいただきます。お疲れ様でした。乾杯。これ9パンもあんだけど、うん、はい、ということで東京着きました。はるさんと帰ってきたんですけど、いや、やっと着いた。なんかやっぱ疲れますね。帰り楽しかったけど荷物増えてるから、また仕事頑張ろうって ね。でもね、モチベーション上がったから仕事頑張ろうってまた思いましたね。今からね、ちょっと2人で帰ろうと思います。帰ります。はい、帰ってきました。疲れた。いや、でもね、本当に息抜きできて、僕正直ここ最近めちゃくちゃ悩んでたんですよ。仕事もだし、プライベートもだし、まあなんか、なんだろう、まあ人とのつながりとかでいろいろあったりとか、まあ仕事結構たびたびちょっとミスたまたま続いちゃって、まあそれで結構悩むことがめちゃくちゃ多かったんですけどね。なんか改めて、まあ自分が悩んでることってすごい防げることだったなって思ったりとか、まあ考えることすっごい嫌だったんですけど、この旅を通してすごい自分の中で見つめ直す時間だったりとか、まあリフレッシュする時間含め、なんかこうよく仲良くしていただいてる先輩の方々と、まあ、改めてなんか話したりとか、なんかそういう自分の時間ってちょっと作れてなかったなって個人的に思って、まあ、そのゆっくり休暇も取れたので、いや、このままね、年内残りあと半分あると思うんですけど、ノンストップでとりあえずがむしゃらに頑張ってみようかなというか、行きたいなって思わせていただける旅になりました。ですっごい食べすぎて、もうめっちゃ食べすぎました、マジで。このあたりとかなんかすっごいなんかね、ニキビできそうな気がしてるんですけど、まあそれも旅の醍醐味だと思って、ちょっとね、明日からまたリンゴ生活とか、まあ野菜生活に切り替えて、体調とかね、管理していきたいと思います。本当に、本当にプライベートだらけの動画になりましたが、見ていただけた方々、最後まで本当にありがとうございます。まあ、こういう Vlog とかもね、たまに、やってることとか、見ていただければなと思いますので、引き続きね、よろしくお願いします。じゃあ、九州の、福岡旅行の Vlog でした。皆さんまた頑張りましょう。応援よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。大成でした。ありがとうございます。